こんにちは、国語の永井です。よろしくお願いします。今日はですね、こちら助動詞の話をしようと思います。まあ主にこう公文なんかで助動詞っていうのが一つこう大きい壁になったりすることが多くて、皆さんここでこう心を折られる方が多いんですが、例えばそのよく聞くのが文法っていうものをね、どうしても学校でこう学ぶわけですよ。でなんでそんなことやんなきゃいけないのかみたいなね、疑問もよく皆さん口になさるんですが、基本的にその文法って何かって言えば、文を構成するそのルールみたいなものだと。で、例えばこう我々はコミュニケーションを取るときに、言葉を使います。でその言葉っていうのは何で成り立ってるかというと、まず語彙、それから文法です、ね、単語で会話する人ってまずいないですね。で単語の合間合間に助詞とか助動詞を入れて、それをルール通りに使うからこそ意思の疎通ができるはずなんですよ。だからこの助動詞、まあ、要は文法を学ぶっていうのは、そういう実際の生活上における非常に実用的な学問のはずなんですよ。どうやったら正しい意図で相手にこう自分の考えてることとかを伝えられるか、そういうことを学ぶはずなんですね、文法では。なので、まあ、ちょっとこうそういう実用性のあるものだっていう認識をまず持っていただきたいと。でその中で例えばじゃあ助動詞っていう言葉があるよと。で助動詞って何を学ぶのかなっていうのよくわかんないんですね、結構ね。名前からしてなんか動詞を助けるのっていうね、まあ確かにそうではあるんですけど、じゃあどうやって助けるのって聞くと大体誰も答えられない。でこのそうですね、一応ここで言う助動詞っていうのは、学校文法上の助動詞っていうのだけ一応正し書きを言っておくんですけど、言語学上助動詞っていうとまたちょっと別のものになってくるんで、一応学校で習う助動詞っていうふうにこう把握しておいてください。で例えばですね、もうねこれ、僕は落ちているパンを食べる、ね、こういう文があるとします。実際やるかどうか別として、こんな文がありますよと。でこの中に、実は助動詞はないんです。で、このテイルの色あたりが補助動詞っていうふうに捉えて、それを助動詞っていう、まあ、する向きもあるんですけど、一旦それはその学校文法ではないんで置いておいて、この中にはまあ助動詞がありませんよと、こういう文がまず存在しますと。じゃあここに助動詞を付け加えると何が起こるか、どういう変化が起こるか、ね、それを見ることによって、ちょっと助動詞ってものがどんなものかをある程度把握してみましょう、ね、じゃあこれちょっとこう細かいんであれですけど、これね、ここに線が引いてある言葉があります。例えば一番目、僕は落ちてるパンでも食べられる、ね、結構強い人ですね、この人ね。これは可能の意味を持つられるという助動詞です。つまりこのられるをつけることによって、この文は可能、ね、できるよっていう意味を持つようになります。同様に、僕は落ちてるパンに食べられる、まあ、多分このパンは食べ物じゃないですね、妖怪か化け物かどんなんかです。その落ちてたパンに僕は食べられちゃう、でこれは受け身ですね、このラレル、同じラレルだけどいろいろ意味がある。これもそうですね、先生が落ちてるパンを食べられると、ね、偉い人に対して言う言葉なんで、まあ、これは尊敬です。これラレルだけで、まあもう一つ自発っていうのがあるんですけど、これちょっと分かりづらいんで一旦ここではあえて飛ばします。で次にね、恋人が落ちてるパンを食べさせる、ね、まあ、多分そういうプレイでしょうね、これね、まあ、こうさせる、これ刺激ですね。で僕は落ちてるパンは食べない、まあ、普通のことですね。これが打ち消しの助動詞になるんですね。みんな落ちてるパンを食べよう、まあ、勧誘ですね。彼女は落ちてるパンを食べない、ね、食べない、彼女は落ちてるパンなんか食べないだろうなってね、まあ、そういう想像するかどうか別として、この食べまいという言葉をつけると、ね、打ち消しの推理をしないだろうなっていう意味を持つようになる。これがその代表的な助動詞の役割なんですね。この落ちてるパンを食べるという言葉にこういう助動詞をつけることで、いろんな意味を持つようになる。よりその言語生活が豊かになってきます。これちょっともうちょっと代表的な例をいくつか、ね、僕は落ちてるパンが食べたいと、希望はです、ね、変わった方ですね、もう一度ね、僕は落ちてるパンを食べたと、もうやっちゃったんですね、もう一度ね、これ過去ですね、まあ、他っていうのは過去とか完了とかいろいろ意味を持つんで、ちょっと厄介だったりはします。で次、僕は落ちてるパンを食べますと、まあ、丁寧におっしゃった、このますっていうのも助動詞です。次、今落ちてるパンでも食べそうだ、ね、これ様態ってのはよくわかんないですけど、今相当お腹空いてますね、もう一度ね、落ちてるパンですら食べそうだと、こういう時のそうだ、ね、それからもう一つ、彼は落ちてるパンを食べるそうだ、ね、人から聞いた話、伝聞、伝え聞くということ、同じそうだでも、例えばここの食べと食べるっていう、これが違うことで全然違う意味を持つようになる。感覚的に多分聞いてる方は分かるはずなんですね、日常言語で使ってるんで。これがまあ一応接続の違いみたいなものなんですけど、これね、ちょっと同じ言葉でいろんな意味を、さっきのラレルもそうですけど、これもまた助動詞の特徴だったりはします。で次、ね、
人は落ちてるパン食べるらしい、ね、これもまあなんか人から聞いたっぽく聞こえるんですけど、一応推定という意味を持ちます。で、僕らは落ちてるパンを食べるべきだと、ね、まあその好き嫌いするなと、ね、食べるべきだ、このべきっていうのは当然を意味します。こんな感じで、これまあ基本的に代表的な助動詞って大体これぐらいなんですけど、まあもうちょっと細かいのを見るといくつかあるんですが、これがこういわゆる助動詞の役割です。文の最後の方にこういうことがつくと、いろいろ文が意味が変わってくる、これを助動詞と言います。これ、そうですね、まあなんかこの多少こう僕はとか彼女がとか先生方は分かりやすいように変えたんですけど、ほとんどこう変えずに助動詞変えるだけでいろんな意味になるよと、この助動詞というものの役割というのを一回ちょっとこう皆さん認識できたでしょうか。で、これはですね、あえて現代語、分かりやすいように現代語でやってますが、古文でもほとんどやることは同じです。で、言葉が少し変わってくるだけです。またちょっとこう古文の一つ一つの助動詞についてはこれから解説していきたいと思いますが、今回はここまでです。以上です。ありがとうございました。